皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年10月29日、17時49分、石油とかガスエネルギー関係のことですけども、南極の、条約、2048年まで、採掘は禁止されている条約があるんですけども、まあ私の見立てでは今のところそのもうだいぶ昔からもうずっと掘って何か採掘できる資源はないかっていう形で、探してたとは思うんです。でその部分の数字ももしかしたら石油のその技術的採掘可能な埋蔵量に含まれている可能性があります。進出している国が、20カ国ほど G20を中心にありますけども、そこの採掘権というような形なのかもしれないですね。だからその辺のところは詳しい情報っていうのは社会に僕は見たことが今のところしっかりしたデータで、ここの国を、そうですね、北極として今のところ技術的に採掘可能埋蔵量がどれぐらいあるとか、ガソリンが、原油が、ガスがとか、石炭、ウラン鉱、こういったものの一覧表とかは全く見たことがないんです。で、昔からこれ言われてることなんですけども、何十年も掘りに行って、何十年も掘ってるっていうことは、ものすごいエネルギーを、使ってると。供給しなきゃならないでしょ？掘るのに。掘るエネルギー。だから、それ何十年もかけて出てこなかったらそれこそみたいなことをやっぱり言われていた方っていうのは昔からテレビで見たことがあります。もうご存命じゃない方とかも結構いらっしゃるんですけども、この辺のところでその国連がしっかりと世界国税税とかでその辺のところも表記していただきたいですね。見通しがこれ分からない人がずっと継続して議員さんになっていくから、発表がないからでしょ。やっぱりそういうことになるでしょ。だから人口も自分で調べましたけども、神戸市北区も三田市も全国全然発表してる人口と違います。家の件数分かりますから。僕たち中和株式会社は一軒一軒チラシ巻いたりしていったから、だいたいこの辺りで1000件ぐらいとか、だいたいここからここで、多いところで1700枚1日に配ったなとか、投函したなと、ポスト、何曜日に来ますっていう、そういうふうな、チラシを、毎年冬始まる前に、巻くんです。一軒一軒投函して。それをしていたから、集合住宅がたくさん、分譲マンションがたくさんあるところ、集合住宅、そういうところは、我々としてはもうポストに投函してるその件数、例えばすぐに5件とか6件とか投函できるわけじゃないですか。ポストが8個あって、もう封鎖してるポストとかいろいろあるじゃないですか。だからそういうふうな集合住宅が巡回する地域の中に一緒にあるところとかで、本当にものすごく多いところで2200枚ですね。まずないですね。1700枚で、大体それぐらいかなっていうところですね。昔の頃ですよ。今はどうかわからないですよ。というのか、販売価格が全然、だいぶ前に、僕がその働いていた時は安すぎたんだと思うんですよ。一缶790円、850円の頃が。だから、そこから一缶1500円ぐらいになった時に、一回お客さん、顧客が3分の1ぐらいに一気に低下したんですよ。その790円の時と比べて。だからお客様の感覚として値段が変わったら、やっぱり前の値段を覚えてらっしゃえば、覚えてらっしゃうほど高く感じる。ただ電気を使ったら電気を使ったで電力代があって、全部値段上がってたんだっていうことを節約して使わなあかんねんなっていうことをおっしゃっていただける方はおっしゃっていただいていました、お客さんの方から。だからその人口がね、全然
三田市のホームページが発表してる三田市の人口は10万人ということになってるんですけども、家自体が1万軒あるかどうかなんですよ。で、そこから空き家の数を引いていくから、人口が10万人いるわけないんですよ。で、その辺のところはね、他の YouTube とかで、述べています。大リーグの方たちへのメッセージと、大リーグの方たちと、総理内閣、国会議員の方たち、まともなマスコミの方たちへって、まあ、昔僕一回、これも1億人多分いないでしょうっていうことで、テレビ局に、伝えて、一回放送してもらってるんですよ。けども、急に放送しても多分ほとんど人、テレビがフェイクニュース混じりだっていうことを知ってた人たちとかは、受け入れられないでしょう。またかみたいな形になって、公務員の人ですら見なくなくなっちゃうでしょう。本当の情報がもう嘘に思えてしまうでしょう。ずっと1億2000万人台の話をしてたから。で、神戸市北区も20何万人っていうデータなんですけども、22万人以上の表記だったんですけども、件数数えたら、ごめんなさい、そう、件数数えたら大体5万件ぐらい、大体で。で、そこから空き家の数引くから、20何万人も絶対いるわけない。多くいて、15万人ぐらいだろうなって。いや、僕みたいに一人暮らしの人とか結構今多いですし、ワンルームマンションとかあるでしょ。で、空き家なんかいっぱいあるから、そこの、もう僕の家の斜め向かいの、藤原台のところ、一軒家で、駐車場付きの。で、多分、最初、購入価格って多分3000万超えてたと思うんですよ。で、売りに、売却に出すときにね、ここまで、多分、僕に教えてくれるの込みで、大きな声で、最初から無理だって分かってたことだって言って、シャッター閉めてましたね。だから、どう計算しても、最初からもう3000万円以上の家なんか、給与の算定表があるから、これ無理だと思うんですよ。本当に。だってね、女性の年金支給されている人は、一番多いパーセンテージのところが1月9万円ですもん。そのものだから生活保護と変わんない。で、もともとエネルギーの残存量問題があったから、みんなそんなにポン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 店出して、倒産しないでねっていう話でしたから、作っては壊して、作っては壊してずっとするから、エネルギーがたくさん消耗される。人口自体がね、これもまず間違いなく日本人1億人いませんね。で、エネルギーの残存量問題の見通しもしっかりとしていただきたいし、これ人口減ってるんだ。で、喜ばないでくださいよ。それで消費が増えてるんだから。これも売りすぎてるんですよ、世界中に。日本人に対しても。日本人が率先して、電車、バス、徒歩、いろんなところで、電車、バスが通ってるんだから、電車、バス、徒歩で移動すりゃよかったんですよ。車なんか買わなかったらよかったんですよ。だから、仕事でどうしてもいる人だけ。だから運転免許じゃ僕は、今政府に取り上げられようとしますけども、そこは内閣の方でも何とかしてほしい、総理のとかの方でも。どう考えても変。僕は持ってなかったら、例えば遠いところの河川の撮影、車で行った方が早いですもん。横の動きがあるから。あと、撮影も正直、ある程度。駐停車5分ね、守ればいいわけですし。いつも正直、僕の足引っ張ってくるの政府なんですよ。僕側で頑張ってくれてる人たちはちょっと悲しい思いになったかもしれませんけども、なんとか、援護してくださいね。そうじゃなかったらこれ無理ですよ。いまだに運転免許証の件、何にも僕の件対応しようとしてないですもん、警察官は。自分たちが悪かったっていうことを自主的に認めればいいんですよ。だから他の県の方も言いましたけども、精神病院でね、以前、宝塚三田病院で10年同じところへ勤めていた人で、ちゃんと敬語でね、接してくる人で、礼儀正しい人だったんですよ。で、態度の悪い警察官がいて、ちょっと
喧嘩になっちゃってって言って、いや殴ってはないんですけどもって言ってた人なんですけども、もう会社ももうそういうことだったらもう家雇えないからって言われちゃって、だからけどね、なんかもう正直会社といろいろつながってるでしょ、警察官が。でダンプ乗ったりしてたでしょ、刑事課だった人間が。だから自分が仕事欲しくて閉じ込めてる部分もこれあるかもしれない。本当に止めておくじゃなくて、それ調査しないと、大真面目に何でもごまかさないで。淡井圭介が妙なことを言い始めたんじゃなくて、状況見たらもう分かるから、みんな家買った家買ったでローンの返済で狂っちゃうから、もう一月15万円の年金、厚生年金と国民年金合わせて、 あと他の年金も合わせて一月15万円以上の給付までたどり着けてる人って男性でも 15% なんですよ、今の現段階で。で、人材派遣業法とかできたのが昭和63年でしょ。で、2003年に個人情報保護が出来上がって、そこから極端な少子化が始まってるんですよ。生まれてる、来てる人の人口、日本人たちの。その数が見たらわかりますから。毎年毎年。2004年、2005年、2006年、2007年、2008年って、順番に。逆三角形。これ絶対後の人たちもっと無茶苦茶になってますよ。もうほとんどの人は、多分、生活保護みたいな形になってくる。50% 多分超えると思いますよ。でしょ？だからその辺のところ考えて、でもエネルギーの残存量問題を先優先しなきゃなんないから、だから10万円給付で合ってるんですよ、低所得者と住民、非課税世帯で、ね、それで働き手がいなくなるかって言ったら、特に、お亡くなりになられた 家の中の片付けとかね、そういうのを頑張ってくれる人とか、募集をかけたらいいじゃないですか。で、まあ、それでもあったら仕事、その仕事行くわっていう人たち結構いっぱいいらっしゃるでしょ。だからそういう仕事も見たことない、募集で。本当に募集で見たことないんですよ。で、だからものすごい仕事の取り合いと競争倍率になってるんだけども、一応生活保護でも働いたら一月1万5000円手元に入るから、労働力はなくなるって考えなくていいんですよ。生活の保護の生活って厳しいですから。だからその辺のところも込みで、まあ総理や、皆さんへの、ご対応のほど、よろしくお願いいたします。まあその南極大陸のところの、そのだから世界国勢税で今要求しているのは、世界中の深さの一覧表、採掘現場ので実際何メートルぐらいまで掘れそうなのかっていうところと、あと、まあ、南極自体今のところどれぐらい資源が見つかっていて、数字はもうすでに組み込まれているのか、それとも組み込まれていないのか、これによって話全然変わってくるから、その辺しっかりと情報開示してもらわなかったら、もうみんなわからない世代がずっと上に上ってきて、急にそんなこと言われてもってなるからね。選挙出て自分が国会議員になってからわかる方でしょ。無理ですって、そんな社会ちゃんと公表しないとっていうことで。で、うん、その後僕の運転免許を取り上げられようとしてる件で、精神病院の北新ビルの、まあ、神経、富永神経科なんですけども、そこも統合失調症としか書けないって言ってるんですよ。見たら分かるって、運転できるかできないかって。治療を受けないから、治療を受けないからって言うんですよ。だからその人は頭の中で働いてる人間が偉いみたいな考え方が入ってるのか、エネルギーの残存量問題が頭の中に入ってるのか、それをちゃんと分かってる人かどうかで話が全然噛み合わないんですよ。で、働きに行かれたらエネルギーは余計減るでしょって、一般の人は。社会に対してすごい貢献する人だったらいいけども、そうじゃないじゃないですか。松屋さんなんか、ドレッシング出しっぱなしで、お客さんに平気で指針出して、大した謝罪しない。どころか、もう来るなって言ったのは、ストアマネージャーのヤギっていうもの。ね、本当のこと言っただけで、顔、ね、まあ、ちょっと前からあれでしたけど、今の感覚でさらにちょっと、ここは深くなった感じ。だから、通報自体ができないような変な仕組みが出来上がってる。まず間違いなく。一応、それは保健所に電話しましたけども、保健所から折り返しの電話はもう一週間以上経ってるのに、ないです。全然全く。ほったらかし。何がどうなってるのかっていう連絡、
自分たちがあと適当にして自分たちさえ分かっていればいいんだって、これ昔も同じだったんですよ。でそれで保健所の人は叱られてるんです、本当に。君たちの世界無理だからって、君公務員じゃないよって、そんな態度だったらって。ちゃんと被害者の人にその後どういう風な経過になったかっていう経過報告をしないとって。法律たどってもそうでしょ、判例とかたどっても当たり前のことです。当たり前じゃないですか。公務員は皆様のために頑張るんですから、公に勤める員、公務員、公にしなきゃなんないんですから。公って広く伝えなきゃなんないっていうことですよ。ずっとほったらかしですよ、多分松屋さん、何年も前から。ニュースになってますからね、すでに松屋さん自体。だからその、ジンマシン、食中毒の件で、ね、食中毒って言うんですよ。本当は営業停止だから、営業停止をなぜしなきゃならないかって言ったら、その、まあ、職員に関する安全衛生管理のところで、正しい知識を持ってもらわなきゃならない。まあ、書類1枚ぐらい、まあ、パソコンで、ワードで売って、渡し上げたらいいんですよ。それちゃんと守ってるか守ってないか見に行ったらいいんですよ。守ってないんだったら、もう君ここで働かないでねって言ったらいいんですよ。簡単なことですよ。いや、もう神戸市自体が何もかもほったらかしですからね、社会全体が。だからもう人口のところ、一回テレビで放送してもらいましたけども、僕も言ってから長い期間経っていて、その間、精神病院に多分入れられてたでしょう。だから、急に放送されても分からなかった。で、まあ、羽鳥慎一のモーニングショーで言ってくれてたんですけども、もう全部の番組で言うべきですよ、その人口の話ずっと言い続けて。本当にこうなってますって今って。だから警察官とかが気軽にね、政府の方が管理してるからって笑いながら言ってる時点で、君が間違えてるよっていう自覚はないんですよ、警察官に。笑いながら言ってることって、もう9割ぐらい間違えてますから。自分が笑いながら言ってる時。もう自然とそうなるようになってるから。できてない管理なんか。ほぼずっと無管理状態。しかも一般人で訴えてきてくれる人に、委ねてしまってる。でも民事不介入なんか、仕事サボるための口実ですよ。休日の時に民間人なんだから民事訴訟で頑張ったらいいんですよ。国のためにちょっとお父さん頑張ってくるわとか。だと思いますよ、本当に。だから正直、皇室の人たちとか総理とかもなぜ僕に電話かけてくれないのかも謎ですし、その淡井圭介に会う方法のところでしっかりと言ってますけども、もう西尾ゆかりが裁判所言われてるんですよ、法廷で。で、テレビ局の人とか、会いに来る人がしっかりと電話をかけて、相手に、だからもう僕の方にね、ちゃんと電話かけなさいよって。で、これ何回も問題になってるんですけども、間で会社に電話出たい人間がいるでしょ？その人間が直接淡井圭介に電話すぐ繋いだらいいんですよ。間の人間がいろいろ聞いて、細かく自分だけでね、自分の考えだけで、この部分だけ伝えたいって思って、僕に何か伝えるか、だから何もうまくいかないんですよ。だからこちらからしたら、ん？っていう話にしかならない、聞こえない、本当に。あと喋り方の問題でもありますし、そんな喋り方だったら普段から無理だよって、そんなに略語を使ってたら。知識の幅が広い人ほど、いろんな件にたくさん関わってる人ほど、そんな略語とかで、ちょっと言っただけで、何が伝わるのって。余計ややこしくなるよって。まあちょっと話し長くなっちゃうんで、もうこれぐらいにしときますね。皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。免許証の件も対応してくださいね。警察官が免許証を持っていいかどうか判断できるものですから。医者なんか関係ない、本当に。その余計な追いつけした方がいい。それで医者が金稼ぎに走ってるから。以上です。医者が変な一法律で権限、自分が持ってると勘違いしすぎ。